一番は立地、あと、業者ですね。まあ、これ一番というか、一番大事なのは業者選びかなと思いますね。やっぱり信頼できる業者を選ぶと。まあ、あとは、管理ですね、運営のですね、水回りさ、その辺ですね、その辺をしっかり管理してくれるところですね、あとすぐに対応してくれるところとか、僕も住んでたコンドミニアムもすぐに対応してもらったりしてたんですけども、まあ、日本との物件の違いっていうのはやっぱりですね、手続き面が、フィリピンの場合、意外とアメリカの書面主義を継いでて、面倒くさいところもあったり、あとやたら遅いですよね、対応がメールしても全然来ないところがあるので、やっぱり電話すると。で、言葉が不安だったら、やっぱり現地の日本語ができる、信頼できる仲間とか、日本人従事者、まあ僕みたいなですね、日本人従事者を通っていただいて、フォローしてもらうというのが一番いいかなと思います。なかなか自分でやろうとすると難しかったりするところはあるんですよね。選んではいけない物件はやっぱり、場所が悪いとかですね、そういう業者が適当というところですね。まあ EFT ですね、まあ上場、株式、